ジャン君、かわいいマフラーしてるね。はんちゃん、なんかおやついっぱい置かれてるそうね。なの。今日の夜どれ食べる？クリスマスイブだからね。何？おいしいの食べられるよ。そしその辺て、のものをね。帽子かぶっとく。私は嫌だそうです。で、ポンちゃんは、ケツに置いといてあげるよ。はい。でもね、ポンちゃんね、マフラーは意外としてくれるの。ね、ポンちゃん。きつくない？ちょっとこれ、こんな感じ。あれおしゃれ。かわいい。ポンちゃんも。私もマフラーしました。バナナボート気になるね。あ、なんこれだろうね。取っとく？これ。ポンちゃん、これ外すからね、ほら。あ、開いたよ。ポンちゃん、開いたよ。バナナボート開いたよ、ほら。まさか入れるとは思ってないよね、まだね。まだ思ってないの？入れるよ、ほら。なんだろうとは思ってるけどね。ここ。じゃあ、入って。あ、シャシュカリシシュリするの？ャカシ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 ュリシュガシャカ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 
入れるんだよ、ポンちゃん。ほら、ここどうかな。そうだ、うちね。あ、やべえ、やべえ、カメラはこちらへ。あ、少し落ちた。あ、ほんと。あ、どうすればいい、うん、映っちゃった、はい、映っちゃったかな。じゃあ、今生配信中なのに、こんなことが起きてしまいました。はい、ジャン君のツリーでカタツムリ、そしてツリーの帽子。かわいい、ポンちゃんもかわいいよ。ジャン君、ポンちゃん、ポンちゃんもかわいいです。大変です、大変です。すごいものが届いてしまいました。バカ、バカ、あれ、はい、これは、これはここに書いてある、神戸牛のロース、ロースすき焼き用肉、きっとこんなやつです。お写真ついてました。はい、ありがとうございます。またすき焼きじゃ、すき焼きじゃ、100回だった。これね、伊藤ハム、少し入ってるから、伊藤ハム、じゃあですね、じゃあちょっと開けてみましょう。あ、切っちゃった。あ、切っちゃった。よいしょ、で、これも神戸って感じじゃん。立派、またすげえやつ、すげえやつが。すごいね、美味しそうだね。これはロースハムの塊、うん、すごいね。どうもありがとうございます。ちょっと分層かなとは思いますが、ね、すごい贅沢な、うちでは買えないやつです、はい。一気に食っちゃうと思うよ。ゆっくり食べてください。はい、どうもありがとうございます。ごちそうさまです。ポンちゃん試し中。ポンちゃん、ポンちゃんもう、あ、ちょっと違うんだけど、あ、まあ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 ね、ここちょっと残ってない。落ちちゃったね。ね、あ、ここが潰れてるので持ち上がりましょう。はい、少しずつ使い方を慣らしていきましょう。上手に入れたっぽい顔してます。満足そうなお顔しています。大成功。はいはい。そうね、まあね、こうやって乗っかりたいのもね、そうそう、ポンちゃんは乗るのが好きだからね。そのうちね、はい、うん、はい、なんかこんなことをさせられているジャン君です。無理じゃない、無理やりじゃないっすよ。
ちゃんくんは意外と素直にやってくれる方です。はい、メリークリスマス、ジャン君。かわいい、ジャン君。はい、これでも。で、取ればすぐ取れます。はい。はい。じゃあ、クリスマスディナー始まりますよ。あいで、あいで、あいで。ジャン君、あいで。あいで、あいで。あいで。なんでそっち行っちゃった？あい、ジャン君、パンちゃん、あいで。はい、パンちゃん。あいで。パンちゃん、あいで。あれなんでっていう顔で、あ、そっちで見てるよ。はい、でえ、じゃあそっち持ってた方がいいっすか。ほらほら、デコレーションされてるよ。ちょっと茶色いけどね。あれ、なに、ここにいの、そっちで食べたいの。なんかそこで待ってさっきまでここにいたのに。変なの、変なの。はい、じゃあそっち持ってってあげてください。はい、はい。あ、じゃあこの楽譜をちょっと移動。はい、ポンさんです。はい、どうぞ。はい、じゃあこれちゃんくんです。はい、ちゃんくん。はい、ちゃんくん、どうぞ。はい、食べてね。はい、豪華なクリスマスディナーよいしょ。あの、これを入れてみました。猫日和チキンのヤギミルクにっていうのと、このチュールタワーを真ん中にやって、あとはクリスピーキッスとなんだっけ、チキントッピング、大好きなフリーズドライのささみと、うん、トッピングしてみました。はい、おいしい。もう一回ちょっと出してくれる。何よ、これ、それ、はい、だいぶ減っていますが、こんな感じに両方映るようにした。あ、お、なぜにした。はい、ごちそうさま。あれ、あ、いや、違うわ。なんで、なんであれ、じゃんけん、じゃんけん、こっち持ってこようか。そうだね、じゃんけん。はい、特に何もしたけじゃないんだよ、ポンちゃんくん。はい、食べていいよ。お耳の方じゃない方、くるっと、そうそう。はい、じゃあ置いとくよ。うん、食べてね。